はい、それでは金までガチマッチの後付け実況をやっていきましょう。今回はザトーマーケットガチエリアですね。編成はこんな感じ。味方のリッターが光っているので、果たしてそれがどれぐらい活躍してくれるかなというパッと見の印象でしょうかね。とりあえず出だしはやっぱり、自陣近辺をしっかり塗り固めて安定のある動きをしたいですね。さあ、ここスプラシューターが見えたのでちょっと追いかけましたけど、ちょっと深くに行き過ぎかな。もう少し遠くから撃ってもよかったですね。味方が動いてるのが見えたんで、ダイソーしておく。ハサミ命中できるなと思って、味方が先に倒してくれたのが大きかったですね。さあ、エリア確保しているので、相変わらず塗りながら、前に出ようとチャンスを伺っていますね。ちょっとここのところ日和気味な動きが多かったので、少し前に出つつも、でも、自らやられに行くような、動きにならないようにということをかなり意識しますね。エリアが取られてしまうことよりも身の安全、味方の安全を意識できているかなといったところでしょうかね、ここまでは。さあ、右側線が見えているのでスクイックリンがいそうな感じがしますが、あまり深追いはしたくないので、ちょっと見ておく程度で。さあ、雨にかかっていたので、ここのスプラシューターはいい感じに効いてましたね。スクイック結構近くにいましたね。怖いですが、顔を出したら撃ち抜かれるのが X のスクイックリンなので、深追いはしない。それで何度もやられてきましたからね。さあ、壁塗りしながら。だいぶ塗りが安定していますし、人数も有利ですので、とりあえず前に出すぎないぐらいで、味方がやられてしまった時のフォローを自分が入れるというイメージでいいのかなと思っていましたが、ここちょっとチャンスあるなと。ミサイルもありましたしね。さあ、ここで背中を取りたかったんですが、ナイス玉。ここは完璧な動き。ナイス玉終わりに足元にスプリンクラーを設置することによって、その後のバリアを剥がしつつ、撃破がしやすくなるという技を最近発見したので、実践してみたら綺麗に決まって最高にホクホクしているところですね。相変わらず塗りが綺麗なので、前に出る必要もなく、なかなか安定していますね。これ以上塗る場所がないなと少し困っているぐらいではありますが、さあ人数不利。ちょっとここはどうしようか悩みどころですね。リッターだけですから、不安でしたが、プライムがいい感じに前に出てきてくれたので、綺麗に刈り取りましたね。しかしまだ人数はそこまで有利ではないのでちょっと怖いですかね。さあ、スクイックが見えてますが、これ、挟み込もうとしたタイミングで味方がやられてしまったので大失敗でしたね。そして、深追いしようとして、スクイックリンを倒せずに相手に挟まれてしまうというちょっと嫌な流れ。ちょっとバケツがかなり前に出てくれていたので、あれですね。こちら、手前の陣地側の人数不利ができてしまっていたのが、ちょっときつかったかもしれませんが、まあその分塗りは相手陣地奥深くまで入っているので、これから有利になるでしょうという感じ。さあ、スクイックが見えました。これはちょっとラッキーでしたが、これ以上深追いするとやっぱり撃ち抜かれる危険性があるので、あまり追いかけたくはない感じ。とりあえずスプリンクラーだけ投げておく。さあ、一旦エリアがいい感じに濡れてきているので、ここは潰しておきたいところ。さあ、アーマーを割りつつ、バレルを撃破できて、あとは余ったスフィアの爆発を入れて、敵を前に押し出して味方と挟み込むことを意識しておりますね。さあ、なかなかいい感じ。さてと、右側は気になってますけど、まあ、スクイックリンがいないならまだいいかなという感じですね。ジェットパック警戒しますが、前には出すぎない。ジェッパに見られると、そのままやられかねませんしね。さあ、ナイス玉でエリア取られたくないという意識バリバリでしたが、残念ながら。とりあえず、あまり敵陣深くに入り込んで、スフィア後にやられないようにだけ意識をしますね。塗りの状況が結構良くなったので、エリアの方を中心によく見て、味方とフォローできるところはないかと見ていますが、ナイス玉の方に飛んでいったのは、味方じゃなくて敵がやられていたアイコンでしたね。さあ、ここは素早く下がって、手前から塗りを重ねていきつつ、一瞬ヘイトがこちらに向いたので、焦らず下がっていく。さあ、これはもうカウント的に有利ですので、前に出られないように、スフィアを展開して無事勝利と。非常に綺麗な流れでしたね。4分以上戦って1です。ここまで綺麗に決まる試合もなかなかないでしょうという感じでしたね。できる限り、なんでしょうね。スフィアは常にキープしておくし、ちょうどいい位置で、自分の、あれ、やるべきことが回ってくるのを待つみたいな
理想的な立ち回りができたのかなと思います。できればチャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。